母大寺の宝泉寺、佐賀江宗弘は、戦国時代の武将。佐賀江氏十四代。佐賀江城主の七代。佐賀江智広の長男として生まれ、明王三年父の死により佐賀江氏を継いだ。同年、最上光氏も死去し、最上義奴が後を継ぎ、伊達直しは、領内の騒乱のため足なしのもとへ逃れている。佐賀江智広が蓋を焼くようのために混流した。 長州大明寺市委員住援を互いに移し、随流山住工事とした。自らの側室を山野辺氏から受け入れるとともに、娘を山野辺氏中野氏に嫁がせ隕石関係を結んだ。なお、姉妹も中野吉立に嫁いでいる。同時期に当主となった宇州丹大、もがみ吉奴が、左衛門の差であるのに対して、左京大部を称した。 永正元年7月1日に没すると、正室の子高広が幼少であったため光景をめぐって家中が乱れた。同年、もがみよも死去し、後を継いだ、もがみ貞の信仰を招いた。山形市史料編一最上氏関係史料、もがみよの子。小池、山形最上氏と中野市、佐賀江大江氏、義光のゆかりを探る、もがみよの次男。 佐賀江町氏によれば、高松寺は、宝泉寺三世官室衆議院の解散。文紀2年、1502年創建。後に陛下に愛が青吉見に再建されるが、江戸時代に火災にあって、本郷村戸面沢に移転した。立岡光剱祖父。AB 小池、山形西条氏と中野氏、佐賀江大江氏、吉光のゆかりを探る。ありがとうございます。